はい、こんにちは、ゼロです。さあ今回はですね、センサーサイズね、この辺の話についてしていこうと思うんですが、まあ、私の場合はね、今回、こちらね、もう何回もここ最近この動画ばっかりですけど GX7M3 ねと、まあ、ライカズミリックス 15mm っていうこのセットですね、まあ、これが非常に、今私のお気に入りではあるんですが、とあるね、まあ、写真家の人の動画でですね、まあそのフルサイズと、マイクロフォーサーズね、まあ、これの、比較をしてどっちが綺麗なのかみたいなね動画をアップされてたのをですね、たまたまおすすめみたいなのにポンと出てきたので見てたんですけど、非常にもう何言ってんだろうこの人っていう感じの印象を受けたので、その辺の話をちょっとしようかなと思うんですよね。で、まあその人はまあ一応写真家というふうに言ってまして、まあ実際にそれで活動されてるんでしょうね。まあ詳しい活動内容は私全然知らないんですけど、で、まあその人もマイクロフォーサーズの機種を持ってるらしく、持ってるみたいでね、まあその動画の中で出てきてたんで持ってるんでしょうけど、もうまずそのタイトルが綺麗なのはどっちなのかっていうタイトルだったんですよね。で、まあ実際中身を見ていくとですね、解像感の話になってるんですよね。まあ要するに比較する対象がフルサイズ機の高画素機を、まあ、比較対象として、で、実際に例えば等倍とかで拡大してみて描写がどうなのかっていうような、まあ、比較の仕方をしてるんですよね。で、まあ、要するにその人の言ってる綺麗さっていうのは解像感、解像度の話なんですよね。うん。で、まあ、実際その綺麗さって何をもって綺麗かっていうのが結局人によって違うので、そこの前提にまず触れられてないっていうのがまあ一つ問題だなと思ったのと、もう一つはですね、その方はですね、その、まあ、ルミックスのね、マイクロフォーサーズ機では、作品撮りはもうできないっていう風に断言されてたんですよね。で、まあそれもまた私は間違いだなと思っていて、実際問題、まあ、そのマイクロフォーサーズの機種を使って作品撮りされてる方もいらっしゃいますよね、まあ、写真の方、フォトグラファーの方でね、例えば、OMD とかね、あっちもそうですよね、ライカもそうですし、マイクロフォーサーズの機種を使って作品撮りされてる方もいらっしゃるわけですよ。で、もちろん、まあ、その方もね、当然作品撮りはされてるかと思うんですが、その方にとってはっていう話ですよね。だからその前提条件がつくんですよね。なので、その見る側、見る側もですね、その前提条件を踏まえた上で、まあそういった人たちの話を聞かないと、これ私も含めてなんですけどね、そういった写真家の人だけじゃなくって、私みたいなアマチュアとかね、そういった動画アップしてる人たちの動画全部そうですけど、そういった前提条件を踏まえた上で、そういった動画を見て、その判断を しないとね、情報を自分の中に取り入れていかないと、間違った情報を仕入れることになる、まあ、取り入れることになるっていうことだと思うんですよ。で、まあ私の場合もね、まあ、こういったものを撮ってて、で、私が求めている写真はこういう写真を今撮ろうとしてるって話は、まあ、ところどころね、まあ、していってはいるので、まあ、私のね、チャンネルの動画をご覧いただいている方はその辺はね、ある程度踏まえてらっしゃると思いますし、今回ね、購入したあの GX7M3 に関しても、いわゆるスナップ用途で使うんですよっていう前提を私はちゃんと話をしてるし、求めてるその綺麗さ、どういった写真を撮ろうとしてるのかっていうのは、当然私が普段撮ってる鳥さんとはね、違う趣向のものを撮ろうとしてるっていうのは、まあ、その辺もご理解いただけるとは思うんですよね。なので、あの人によってその綺麗さの前提っていうのが違うわけですよね。あのね、これしょっちゅう話してますけど、例えば綺麗とか画質がいいとかね、こういう表現って人によって定義が違うんですよね。何をもって画質がいいかっていう話じゃないですか。例えば音がいいっていうのも非常に曖昧なんですよね。それってハイファイな音、要するにクリアで高解像度な音がいいっていう人もいればですね、ローファイな音、あの少し若干ノイジーな音とかね、そういった音がいいんですよっていう人も
ジャンルとかね、その音楽性によって変わるわけですよね。で、それを一括りにしてしまって音がいいっていう風に言ってるのと同じことで、まあ、いろんなその作品っていう風に言ってもですね、その綺麗とかね言ってもですね、どういったものを持って綺麗とするかっていうのは、そのジャンルであったりね、どういった写真を撮ろうとしてるのかとかっていうところによって、その、求めてるものというかね、その行き着くところが違うわけですよね。なので、まずそういった動画を見るときは、自分がねどういったものを写真を撮ろうとしてるのかとか、どういったその写真を撮るっていうプロセスをね、やろうとしてるのか、楽しもうとしてるのかっていうところを踏まえた上で、じゃあその動画を発信してる人がどういった写真を撮ってる人で、どういった趣向を持ってる人でとかっていうところの、発信してる人の前提条件も見た上で情報っていうのを取り入れていかないと、間違った方向に行きますよっていうことなんですよね。これなんか前にも話したような気がするんですけどね。で、まあ結局ですね、フルサイズ機と例えば APS-C 機とね、マイクロフォーサーとかで、どれが綺麗なのかって言われたら、どれも綺麗なんですよ。これって結局使い方によるんですよね。なので、シチュエーションによるので、マイクロフォーサーズだから汚いとかね、センサーサイズによって綺麗汚いは決まらないっていうのが私の結論なんですよね。で、比較するんであれば、そのセンサーサイズの違いをね、比較するんであれば、条件をもっと同等にしないと、当然センサーサイズの小さい方が不利になるわけですよね。その写真家さんっていうのはですね、もう言っちゃいますけど、撮り取ってる人なんですよね。じゃあ、撮りを取るっていうことを前提にするならばですよ。当然、フルサイズ機には長望遠つけるわけですよね。だったら、同じ明るさになるように、マイクロフォーサーズだったり、APS-C 機の方にも、同様のレンズをつけて比較しなきゃいけないですし、その方は高画素機を持ち出してたんですよね。じゃあ、ルミックスで、例えばマイクロフォーサーズで高画素機ってなかったんじゃないかな。2000万画素台のカメラしか多分なかったと思うんですよね。で、例えば APS-C 機でね、富士のカメラとかであれば4000万画素台のカメラありますよね。そういったものと、じゃあフルサイズ機、要するに画素数の部分を綺麗という前提で比較していくならば、画素数をセンサーサイズが違っても合わせないと比較にならないですよね。で、そういうこともせずに、もうなんていうかな、半分思い込みみたいな形で、あ、こっちは綺麗、こっちは汚いみたいなね、っていうような、評価の仕方というのは、見ている人に間違った情報を与えているんじゃないかなと思いますので、私ももうその人の動画っていうのはもう結構前から見えないようにしてるんですけどね。言ってることが結構、間違ってる。その人にとっては正しいことなのかもしれないんですけど、幅広く見たとき、あとは客観的に見たときに、間違ってるとは言わないですけど、正しくないという情報が、散見されるので、もう見ないようにはしてるんですけど、たまたまおすすめ出てきたんでね。で、今回私、初めてマイクロフォーサーズ機買ったんで、じゃあ実際のところどうなのかなと思ってね。ちょっと興味半分で見たんですけど、何言ってんだって感じでしたけどね。なので私は今までも Z のね、例えば Z50 とか APS-C 機ですよね、あれもね、使ってるし、今 Z8 フルサイズ機使ってるし、今撮影で使ってる FX30 なんかも、これ APS-C 機じゃないですか。これで写真も撮ったりもね、ちょっとしてみましたし、で、今回、マイクロフォーサーズ、ね、GX7 Mark3 を買って楽しんでるし、で、例えば1インチの RX100M7 なんかも、使ってたし、なのでセンサーサイズはそこそこいろんなものを一応試してきてはいるんですよね。機種はそんなに多くはないですけどね。そういう意味でいくと、じゃあそれぞれね、センサーサイズみんな違いますけど、じゃあその中でどれが綺麗でどれが汚かったかっていうふうに聞かれた場合ね、じゃあどう答えるかって言われたら、どれも綺麗だったっていう話なんですよね。要するに使いようなんですよね。どういう風に使うか、要するにそれを使ってどういう風な魅力的な写真を撮るかって話ですよね。この魅力的って言葉もまた非常に曖昧ですけど、自分の中での綺麗とされてる定義ですよね。それに近づける行為だと思うんですけどね。それが自分にとって魅力的なもの、写真っていう意味合いに多分なると思うんですけど、それは別にフルサイズだから
取れるとかね、マイクロフォーサーズだから取れるとかね、まあ、そういったことではなくって、どのセンサーサイズでも実現可能だし、ね、あのどういったレンズ使っても、そういったね自分の求める写真っていうのは撮ることができるけれども、それにね適切なものを選ぶっていうところが、まあ、非常に大事なところにはなってくると思うんですよね。もちろん限界はありますよ。例えば鳥さん撮るのにね、例えば 200mm のレンズとかで撮ろうと思ったらそれは無理なわけですよ。でそういった、まあ、シチュエーションによってね、あの使う機材っていうのも当然変わってくるわけで、鳥さんを撮るっていう前提でこのね今私今回買った GX7 Mark III なんかを使うっていうのはそもそも前提条件としてそれはないわけじゃないですか。まあ、もちろん撮れないこともないと思いますよ。あの望遠のレンズ出てるんでね、撮れないことはないと思いますけど、あの選択肢、じゃあ実際に撮りに行こうっていう時の選択肢としては基本的に外すわけですよね。私の中では Z8 ありますからね、うん、っていう形で、あのその何を撮るかっていうところであったり、何をもって綺麗なのかっていうところをね、その前提条件が曖昧な状態で話すのもおかしな話だし、例えば鳥を撮るっていう前提条件なのであれば、もうそもそも選択肢としてね、マイクロフォーサーズのこの GX7 Mark III なんか私選ばないですしね、っていうようなところもあるしね、それをもってフルサイズの方が綺麗だとかって言ってるのもまた違うじゃないですか。ね、そこだけしか見てないっていう感じじゃないですか。カメラってその用途だけじゃないですよね。もちろん当然いろんなものを撮ったりするわけじゃないですか。スナップだってするしね。そう考えると、まあ、いろんな前提条件がやっぱりあった上で、じゃあこのカメラ、このセンサーサイズの、製品はどうなのかって話になってくるわけですよね。うん、なので、まあ、私が今までそのいろんなね、センサーサイズ、さっき話したセンサーサイズのカメラ触ってきましたけど、どれも綺麗な写真は、まあ、撮れるんですよ。で、まあ、当然ですけど、等倍でね、拡大したときに、まあ、どれが綺麗かって言われたら、当然高画素機の方が、綺麗なわけですよ。くっきり、はっきりくっきり見えるわけですよね。じゃあ、そのはっきりくっきり見えることが、イコール綺麗な写真なのかって言ったら、それもまた違うと思うんですよね。そういうことしなくても、こう、一枚の写真、例えばこういう、今、ディスプレイに映してるこの写真なんかは、これ、GX7 Mark III で撮った写真ですけど、この写真パッと見たときに、あ、綺麗だなって思うわけですよ。ただ、等倍にしてみるとね、当然、そもそもあの画素数が2000万画素なんで、私が持ってる Z8 とかの4000万画素とかね、4500万画素とかと比べれば、当然荒く見えるわけなので、そこを比較して汚いっていうのは、また違う話じゃないですか。うん。なので、やっぱり、その、どういった写真を撮って、その上で、まあ、どういう風に綺麗なのかっていうね、まあ、そういったところをもうちゃんと何て言うかな、理屈付けで、ね、まあ、論理的に話をしていかないとやっぱり違うことになってしまうんじゃないかなと思いますよね。こちらもこれ、GX7 Mark III と今のねライカの 15mm で撮った写真ですけど、もう十分綺麗だと思うんですよね。だそれがもう答えなんですよね、言ってしまえばね。だからまあその人にとっては、マイクロフォーサーズはまあ綺麗じゃないって話かもしれないですけど、人によっては APS-C で、作品撮りしてる人もいるし、マイクロフォーサーズで作品撮りもしている人がいるわけなので、できないって言い切ってしまうのはまあ間違いですよね、そういう意味ではね、はい、ってことなので、まあちょっと話はね、まあ、そういったそもそも私が今回見た動画の話から始まってはいますが、まあ、私個人的に思ってるところね、まあ、今話した流れも含めてね、私がどういった写真撮ってるかっていうのも過去の動画とかでいろいろ出してますけど、このマイクロフォーサーズの、例えば今回買ったこのセットね、このセットでスナップでっていう用途で行くのであれば、もう十分綺麗な写真は撮れると思いますね。うん、まだ使い始めて全然そんなに長くはないですけど、数日しか使ってないですけど、まあ、撮れそうだなって予感はもうその、もうこの今の時点でしてるので、あとは技術的な部分ですよね、まあ、構図だったりとか、あと光の入り方とかね、入れ方とか、まあ、シチュエーションの部分だったりね、まあそういった要素も、まあ、今後ね、まあ取り入れた上で、じゃあ自分がいい写真を撮っていくっていうね、まあ、行動を取っていけば、マイクロフォーサーズでもね、のこの機種でも、もう全然フルサイズに匹敵するような、綺麗なね、
自分が綺麗だと思う写真をね、まあ、撮ることができるだろうと、まあ、いうふうには思いますよね。なので、まあ、その人にとっては汚いっていうふうに思ったかもしれないですけど、人によっては、これも全然綺麗だねって思う人もいるわけなので、だからまあ見る皆さんですね、動画をね、いろんな動画皆さんもご覧いただいてるとは思うんですが、そのご覧いただいた動画の中から、まあ、そのなんていうかな、自分にとって都合のいいところだけをピックアップするんではなくって、こういうふうな見方をする人もいるんだなというところを、それも客観的に受け入れてね、で取り入れて、じゃあ自分がやってることと照らし合わせてどうなのかっていうね、で、まあ、比較で、なんていうかな、検証精査して、で、じゃあ自分の中のね、これから写真を撮っていくって行為に対して情報として活かせるのかどうかってところを判断した上で、なんていうかな、行動していくっていうことを、まあ、していくといいんじゃないかなというふうに思いますよね。あの人が言ってたからこうだっていうふうな見方っていうのは絶対にやめた方がいいですね。はい。まあ、もちろんね、自分の例えば好きな写真家さんとかフォトグラファーの方が、まあ、例えばいたとして、その人が言ってるから、じゃあ私も、まあ、そういうふうにそれが正しいんだなっていうふうに、まあ、思ってるというような、まあ、考え方も、まあ一つはなきにしもあらずですけど、その写真家さんはあくまでその写真家さんの正しさで言ってるだけで、ね、それが自分の中の正しさと必ずしも一致することは限らないので、もしかしたらね、その写真っていうと行為をね、行動を撮っていくってことをやっていく中で、そこにズレが生じてくる可能性もあるわけじゃないですか。当然写真を撮る行為って自分にとって魅力的なもの、綺麗だなって思える写真を撮っていくっていう、まあ、プロセスですよね。で、まあそれによって出てくるアウトプットだと思うんですけど、それって自分なりのものじゃないですか。やっぱり人から与えられるものではないので、なので自分なりのものをこう突き詰めていけばいくほど、当然いろんな人と違いって多分出てくると思うので、最初のうちはね、まあ、こういうこの写真家さんこういうこと言ってるのかっていう形で受け入れるっていうのは、まあ、それはそれでいいかもしれないですけど、ある程度ね、まあ、自分なりのものをっていう形で試行錯誤していくということが、まあ、あるのであれば、まあ、そういう段階に行ったのであれば、まあ、情報っていうものは、まあ、そういった今ね話したような形で、まあ、捉えていかないと、まあ、いけないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい。なので、まあ、話はかなり脱線はするんですが、結論としては、写真の綺麗さっていうのはセンサーサイズと関係ないっていう話ですね。はい。まあ、どのセンサーサイズでも綺麗な写真は撮れるし、動画もね、まあ、おそらく綺麗なものは同様に撮れるんじゃないかなと思いますよね。だから、様々なその前提条件があった上で話をするってことですよね。その前提条件っていうのを全部取っ払った状態で、じゃあどうなのかって話をすると、まあ、今の結論になると、まあ、いうのが一応今の私の考え方ですかね。はい。ってな感じで、ちょっと長くなりましたが、私がね今考えているそのセンサーサイズと、例えば写真なら写真の綺麗さっていう部分ですね、まあ、ここについての話を、まあ、私なりの考え方ですけど少し話をさせていただきました。これはまあ人によってね考え方のさっき言ったみたいに違いが多分あると思うので、まあ、私のこれも私が言ってることが正解とは当然言い切れないということですね。はい。まあ、こういう考え方もあるなっていう形で受け止めてもらえれば、まあそれでいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。てな感じで今回の動画終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。